水とかを詰め替えて使うやつなのかな。アトマイザー、ここのさ蓋を開け閉めする。回して外します。ロールオン部分、この丸いところがロールオンっていうのかな、ちょっとわかんない。で、丸にスポイト3、ロールオン部分をしっかりと締め、キャップをします。以上。それでは開けていきます。